はい、皆さん、こんにちは、こんばんは。ピリリと辛い、わさびです。前回は、わさび流トラップタワーの作り方動画を出しました。妥協って、大切。でですね、前回の動画で、このようなコメントをいただきました。コメントいただいた、モナドワールドさん、ありがとうございます。なんでもですね、スライムチャンクを探せるサイトが、PE 版でもあるらしくて、まだ多くの方に知れ渡ってないみたいなので、それを紹介してくださいというリクエストです。なので今回は、このツールを使って、スライムチャンクを探していきたいと思います。では、やっていきましょう。で今回は、実際に遊んでるワールドがあって、そのワールドでスライムチャンクを探していて、チャンク探しをやっていきたいと思います。まず、スライムチャンクを探したいワールドのシード地を調べていきます。調べたいデータの鉛筆マークみたいなのを押して、ゲームタブの少し下あたりを見ると、シード地が書いてあるので、このシード地をメモします。-16958-30734 ってやつですな。円周率、みたい。メモができたら、今度は新規でワールドを作成していきます。ランダムに生成するをタップして、ゲームタブの下あたりに、先ほどメモしたシード地を記入していきます。この時、このワールドではコマンドを使用するので、チートをオンにして、常に昼間もオンにしておきます。もし、実績解除が気にならない方は、新しくワールドを作る必要はなく、もともと遊んでるワールドで、チートをオンにすると、この手順が省けて楽です。あとは、ここにシード地を記入して、新しくワールドを作成します。-16958-30734、呪文。ここまでできたら、新しく作ったワールドに移動して、ゲームモードをクリエイティブに変更して、自分がスライムチャンクを探したいところまで移動します。移動しました。移動ができたら、その場所の座標を調べていきます。まず、左上の吹き出しマークをタップして、チャット欄を開きます。このチャット欄で、/p=p=tilda=tilda=tilda と記入します。伸ばし棒みたいなのは、tilda と読みます。記号マークのところにあるので、よく探したら見つかると思います。ここまで記入ができたら、右上のエンターみたいなマークをタップして、座標を調べます。すると、チャット欄に、どこどこにテレポートしましたと出るので、この座標の、X 座標と、Z 座標をメモします。今回の場合は、X 座標が -66 で、Z 座標が、428です。ちなみにこの数字は、一番左から、X 座標、Y 座標、Z 座標となっています。座標のメモができたら、概要欄に貼ってある URL から、スライムファインダー PE のサイトを開きます。詳しくは後でお話ししますが、このサイトを開くとき、Firefox か、Safari のどれかで開くようにしてください。サイトを開くと、こんな感じの英語のサイトが開きます。一応今回は、iPhone に最初から入っている、Safari で開いています。なぜ、開くアプリが限定されているのかというと、Firefox と Safari でしかテストしてないみたいなんですよ。なので、他のもので開くと、バグでうまくチャンクが探せないかもしれないので、今回はこの2つが指定されてるって感じです。一応試しに、PC に入っている Google Chrome で開いてチャンクを探してみたところ、特に問題なく見つけることができたので、もしかしたら他のアプリでも問題ない可能性もありますが、念のため、Safari か Firefox で開くことをお勧めします。問題なくサイトが開けたら、サイトの中ほどまでスライドします。すると、X 座標と Z 座標を記入する場所があるので、まずは、そちらに先ほどメモした座標を記入していきます。わさびの場合は、-66 と、428です。これらを記入できたら、少し上の地図みたいなところを確認します。
すると、赤い丸みたいなのが表示されてると思うのですが、これが、現在の座標の位置となります。で、この時見えている緑のマスが、スライムチャンクとなります。つまり、先ほどメモした座標の近くに、2つスライムチャンクがあることになりますね。で、この地図は自由に動かすことができるので、赤い丸を、近くのスライムチャンクまで移動させます。すると、ここに緑の文字でスライムチャンクと表示されて、その座標が2つ表示されます。この2つ表示された座標を、今度はメモします。今回の場合は、マイナス96と416、マイナス81と431、となります。この時、シード値は関係ないの、と感じた方もいるかと思うんですが、どうもマイクラ PE の場合は、シード値は全く関係なくて、座標によって、スライムチャンクが決められているみたいです。そのため、どのシード値でも、スライムチャンクの座標は一定って感じなんですかね。ということで、ここまでメモができたら、さっきのワールドに移動します。移動しました。移動できたら、今度はまた、コマンドを記入していきます。先ほどメモした、X 座標と Z 座標をもとに、スラッシュ TP、スペース、アットマーク P、スペース、マイナス96、スペース、チルダ、スペース、416、と記入して、コマンドを決定します。すると、記入した座標にワープするので、そこに、目印となるブロックを設置します。今回は、先にブロックを設置しておいたので、土の中に埋まっちゃいましたが、普通にやるとこんなことはないので安心を。適当に地面から脱出したら、目印を設置して、あともう一つの座標にワープします。コマンドはさっきと同じで、メモした座標を記入してワープします。ワープできたら、目印のブロックを設置して、そのブロックをつなげてチャンクを明らかにします。つなげました。これで、16×16 のスライムチャンクが明らかになったので、これが間違ってないかを確認していきます。まず、岩盤近くまで掘り進めて、そこを、チャンクサイズで掘り進めていきます。高さは、3マス以上になるように掘れば OK です。適当な感じで、OK。ここまでできたら、25マス離れて、スライムが湧くまで待機していきます。これで湧かなかったら、泣いちゃう。で、5分ほど待機していたら、なんかそれらしいものが湧いているような、湧いていないような。ということで、少しチェックしに行ってみましょうかね。おそらく、スライムだと思うのですが。お、いたいた。これで、スライムチャンクの確認は OK ですな。ここまでできたら、自分のワールドで、このスライムチャンクの場所を探します。その時、色が違うブロックや、木を目印にして、そこから何マスなど数えておくと、スライムチャンクの場所を探しやすくなりますよ。おばあちゃんの、知恵袋。ということで、iOS でもできる、スライムファインダー PE を使った、スライムチャンクの探し方でした。これで、楽にスライムチャンク探しができて、かつスライムボールが簡単にゲットできますかね。地道な作業、不要。ということで、今回の動画は、ここまでにしたいと思います。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。ぜひ、チャンネル登録&高評価をよろしくお願いいたします。また、動画の感想やコメントを残していっていただけると、わさびが喜びます。では、またねー。